さ、あゆみちゃんとつるひめちゃんですけどもね、まずはつるひめちゃんから、ね、PR をしていただきましょうよ、皆さんにね。つるひめちゃん今日一人ですか？お一人？あ、お一人ですね。じゃあ、はい、僕らからね、はい、紹介させてもらいましょう。さあ、このつるひめちゃんですけれども、はい、こちらはですね、原鶴温泉旅館の協同組合の、はい、そちらのキャラクターさんということでございますね。で、何を PR しているのかと言いますと、原鶴温泉の泉質の良さ、これを PR してるんですね。お湯が素晴らしいんだよということをね、 PR してるんですね。はい、鶴姫ちゃんですね。そしてですね、このモチーフになって、何がこうねモチーフになってるかと言いますと、原鶴という地名の由来になりました鶴と、お肌つるつるの鶴を文字っていうと、温泉入ったらね、原鶴温泉に入ったらお肌つるつるになると。確かに鶴姫ちゃんもツルツルしてね、可愛いですよね。そう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 、ね、もうほんとまだ綺麗なね、お体でね。ちょっとカラワン君は最近くたびれてるとこあったりとか ね、あったんですけどね、鶴姫ちゃん綺麗ですね、ほんとね。そしてそして、自慢と特技はですね、丸盛りダンス、ダンスが踊れるんですね。はい、でもその時の体調によるということなんで、今日は踊れる体調ですか？どんな感じ？ああ、お断りがありました。今日は踊れないということなんですけど、ね、鶴姫ちゃんに、来てくれましたということで、鶴姫ちゃんからのメッセージありますね。原鶴温泉の自慢のダブル美肌の湯であるんですよね。ダブル美肌の湯があるんですね。皆さんお肌ツルツルになってくださいと。はい、ちなみに原鶴温泉どこにあるかと言いますと、福岡の朝倉市にあるんですね。はい、皆さんご存知でしたかね。はい、ぜひぜひ皆さん温泉はこちら原鶴温泉にね、入りに行っていただいて、鶴姫ちゃんに会っていただくといいですね。それでお肌ツルツルになってね、帰っていただけたらと思いますね。はい、さあ最後にメッセージをいただきたいですけど、ないのでね。はい、じゃあ鶴姫ちゃんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、からずね、初めて来てくれました、ね、原鶴温泉の鶴姫ちゃんでした。はい、はい、旅館の部屋に隠れてね、旗折ってるかもしれないですね。はい、ひろみさんのそのなんかね、こう僕を軽くあしらっていくところがたまらなくいいんですけども、さあさあさあ続きましょう。あ、ね、はい、鶴姫ちゃんこっちから降りない、そっちから降ります。あ、こっちから、はい、いいですよ。あの、その青い絨毯を通ってね、はい、そこ花道になってますんで、はい、ゆるキャラ花道ですからね、すみませんね、皆さんね、開けていただいて、はい、はい、じゃあ、あの真ん中からですね、あ、青い絨毯から、はい、はい、はい、どうぞ気をつけてね、はい、はい、さあ、ありがとうございました、つるひめちゃん、つるひめちゃんでした。